はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日は先日行いました誰やねん選手権のハイライトをお届けしたいなというふうに思っております。大会のコンセプト、お前誰やねんって僕に言わせたら優勝というコンセプトで、大会を開きました。マジで意味不明コンボ誰やねんモンスターいっぱい出てきますんで、その様子をね楽しんでいただければと思います。それではやっていきましょう。スラッシュバスターした後に融合しないと。さあスフィンクス、ファントムドラゴン、誰お前誰やねん。相手がモンスターの特殊召喚に成功した時、手札からこのカードを特殊召喚できる。このカードが自分のフィールド上に表側表示で存在する限り、使用していない自分のモンスターゾーンを可能な限り2箇所まで指定して使用不可能にする。デメリットでかデメリットでっか、自分でお邪魔すんじゃんこいつ。これ奥付けのモンスターじゃねえのかよこれ。さあスフィンクス殴られて普通にこの3000のダメージがぶち焦がされますよ。さあ、こいつは何ですか。モンスター効果だ、それだ。あ、そんな効果なんだ。え、まだまだ。あ、そんな効果なんだ、これ。これ永続なんだあ、これあれなんだ、永続なんだ。だからいなくなった瞬間にここ発動なんか使えなくなるんだ、これ何これ、どういうこと、は意味わかんなすぎる、意味わかんなすぎ、お前弱すぎるだろいやこれ遅れつけるからだって、これ自分で使っちゃダメやこのモンスター強引すぎるだろこの使い方、強引すぎるだろこの使い方、強引すぎるだろ。送りつけろよせめて。何事ちょっと待ってどういうこと誰やねんっていうか、なんやねんこれ、なんやねんこれ、なんやねんこれ、どういうこと、何が起きこれ、などういうことこれ、ちょ分からん何これ、マジで神ゲー起きてないこれ、これこれもうこれこそ殴れんの何これ、侵略の侵食崩壊は、これはベルツランついたモンスター1体選択してゲームから除外して、アイディフィジョンのカードを2枚選択して、もちろん手札も強え、シンプルに強え、ファントムちょっとやちょっとやばい、ちょっと腹痛え蓋すんなよハイレベルすぎる、勝つ勝つんかい。さあ、デキ30枚、なるほど30枚、何でけど、まあ、の話ですけどめちゃくちゃ攻められましたね、サイバーダーク。はい、でダークカノン効果、ライトロードドラゴングラゴニス、なるほどライトロードドラゴングラゴニス、はい、こいつ確かなんかモブが使ってくるよね、このモンスター。たまにさ、あのモブのライトロードがぶん回しこいつ出してされてさ、なんかアホみたいなダメになってさ、なんかめっちゃ貫通して死ぬんだけど、これ。はい、モンスターをアドバンス召喚していくアサシン、はあ、なるほど、これで彼は一体何がしたいんでしょうか彼は一体何がしたいんでしょうか、全く分かりません。俺はオーバーリング通常モンスター5軸、でもなんか何がしたいんだろうね、これ分かんなくない。フリーザードン、誰やねんお前誰やねん、お前誰や。一旦に一度自分のエクシーズモンスターがエクシーズ素材を取り除いて効果を発動する場合、取り除く素材1つをこのカードから取り除くことができる。弱黄金のホブンクルス、マジで誰だよマジで誰だよ、誰やねん
このカードの攻撃力収録はゲームから除外されている自分のカードの数から300ポイントアップする。ちょっと強えな。あれか、これあれか、俺使ったことあるわ。なんかあれで、シュトラーメルクの金の衝撃とか入れてた俺。レベルが6なんで、アドバンス召喚いるんですよね、あいつ。だけど、普通に打点的には、めちゃくちゃやばいことあるんで、かける300だから。大イーザーの方がちょっと強いけど。さあ、おう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 。おお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 やべえぞ、なんかやべえこと起きるか。カードをめっちゃ除外すると打線がどんどんアップしてくんだ。はい、おもくで、こいつは攻撃力の半分のダメージをはい、カタパルトで射出してなるほどねなるほど。ほう、幻聴の仕掛け、あ、幻聴だ、来た、出た、幻聴の仕掛けデッキ、あれですね、おっぱい星人の、ゼアルワールドに出てきたおっぱい星人のが使うデッキです、これ。はい、で、フォトン・アレキサンドラ・クイーン、なるほど、出ました、え、こいつ何誰これ、効果何幻聴の刺客と名の付いたレベル4モンスターかける2、重っ。このカードのエクシーズ作用を1つ除いて発動、フィールド上のモンスターを全て持ち主の手札に戻す。つえ、その後、この後までカードが手札に加わったプレイヤーはその数かける150ポイントのダメージを受ける。アドソンすぎる。アドソンすぎる。アドソンがすぎるぞ。やばすぎる。なぜ自分戻る。それな、それな、それな。一旦一度メインフェーズバトルフェーズ中に速度モンスターを生じて主変更するということで、毎ターン毎ターン反省できるんで結構うざいんですよ。さあ、ほとんどアレキソンドラクイーン来た。また戻るんだよ。なんで自分も戻るんだよ。これで削ってけろか。お前あれ5億年かかるぞ。このギミックで勝つのお前5億年かかるぞマジで。さあどうするんでしょうか、モノコラ選手。あと残りライフは3700です。さあパールさん、パールさん、パールさんじゃないですか、パールさん。雑に強い。2連打いきます。3002連打、いけ、ジェブライトパールさん、アルティメットジェブライトパールアタック、ガードプラック、うおあ、めっちゃドローしていく。でもう一回、もう一回投げる。さあ、アドバンス召喚カタパルトタートル。どうしても、どうしてもカタパルトタートルで勝ちたいんだな。どうしてもカタパルトタートルで勝ちたいんだな。なるほどな。やばすぎる、夢の5000台。射出したくてたまらない。いや、素晴らしい日記やった。さあ、攻撃表示、シャインエンジェルの召喚、トランスターン発動。さあ、シャインエンジェルをリリースし、デッキから光特性転速レベル5モンスター特殊召喚。なるほど、出た、テティウスだ、テティウス来た、テティウス、テティウス超いいね。なんかセプスロとかいうヤバい君書いてる。さあ、無限の、無限のテグだ、何すんのこれ。何すんのこれ、何これに、転移速があったらドローできる。さあ、更新テテスの効果、さあ更新テテスの効果で、ね、さあ無限にドローが止まらないぞこれ。は、攻撃表示、なるほど、無限。ちょ、まだ殴んないで、まだ殴んないで、オッケー、いいよ、次の、これはまた次のターンやばいよ、これ次のターンやばいこと起きるよ。
強っ強い、もういいだろ、もういいだろ、殴れよ、もうもう殴れよ、もう殴れよ守備守備打ちうぜえ絶対に殺すっていう絶対に殺すっていうこの意思表示で守備打ちで